この大会で世界中を興奮させた女たちの激しい戦いがあった。女子バレーボール決勝、日本対ソビエト。平均年齢24歳の全日本女子、日本中の期待を背負った女たちだ。前回のメキシコオリンピックでソ連は金、日本は銀。東京大会から数えて3度目、宿命の対決だった。この時、全日本女子に至上命令が下されていた。回転レシーブを生んだ東京オリンピック。東洋の魔女と呼ばれた選手たちがソ連を下し、金メダルを獲得した。まさに黄金期を迎えた日本女子バレー。しかし4年後のメキシコオリンピックで銀メダルに涙を飲む。そして迎えたミュンヘンオリンピック、三度ソ連と激突する。チームを率いるのは松村克実。金メダルを奪回する、それしか頭になかった。ソ連は強打を武器に先手を取った。攻撃の要はニーナ・スモレーワ。破壊力十分の大砲だ。日本を力でねじ伏せようというソ連。必死でボールに食らいつく日本。金メダルへの執念が力をくれた。日本の切り札は秘密兵器、白井貴子20歳。チームきっての大型アタッカーだ。白井の大砲が火を吹く。ぶつかり合う金メダルへの執念。オリンピック女子バレーボール史上初めてフルセットにもつれ込んだ。あれから40年、ソ連のエースニーナ・スモレーワが緊急来日。戦いの裏に秘められた胸の内を初めて明かす。迎え撃つは全日本のキャプテン松村克実。あの壮絶な戦いが鮮明によみがえる。伝説の名勝負。主役たちが時を越え思いの丈を解き放つ。もうすぐロンドン五輪が開幕します。オリンピックは数々の名勝負を生み出してきましたが、皆さんは幻の名勝負と言われたミュンヘン五輪女子バレーボールの決勝戦、日本対ソ連をご存知でしょうか。私はスポーツ界の諸先輩からこの試合の話を聞かされてきましたが、映像をお迎えし、この映像を手がかりに解明したいと思います。
1971年6月28日、女子バレーボール日本代表が選ばれた。メンバーは平均年齢24歳の女たち。課せられた絶対の使命、それは金メダルの奪回だった。大阪貝塚市、ここにあった体育館で合宿が行われた。合言葉は打倒ソ連。オリンピックに向けて24時間バレー漬けの毎日が続いた。全日本の監督は小島浩二。実業団チームを何度も優勝に導いた名将だ。レシーブは最大の攻撃。それが小島の信条。練習時間の多くは徹底してレシーブ力の強化に充てられた。練習は嘘をつかない。猛特訓で精神力と技術を鍛え、選手たちに自信を持たせるのが小島の哲学だった。金メダルの奪回を目指し、小島は日本のお家芸、回転レシーブを進化させた。それは走るバレー。走る、走る、走る、走る。ひたすら走ってソ連のアタックを拾い、ミスを誘い出すのが戦略だった。練習は時に10時間を超えた。新品のシューズが1日でボロボロになることもあった。走ったレシーブを何回も繰り返して繰り返して、どん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 消耗していきますよね。体がね、言うこと聞かなくなっても、まだ走れ走れっていうことで走らされたので、当時やっぱりもう苦しくってぶっ倒れるっていうようなことは何回もありました。そういうことは、攻撃の要、センタープレーヤーの古川真希子にも過酷な練習が強いられた。古川が最も恐れたのは小島の怒号だった。ジャンプした瞬間に空中でそれがお皿が割れて、それで倒れて降りてきたんですね。それでもう動けないんですけども、小島先生はそんなお皿が割れたとは知らないわけなんですよね。何そのとこで転んでんだみたいな、なしっかりしようみたいな、すごい勢いでね怒られたんですよ。そしたら私もねびっくりしちゃって、またね飛んじゃっててね、その後はもうねもう倒れてました。1に練習、2に練習、3に練習、4に練習とか、もう延々と練習が、はい。当時20歳だった控えのセッター塩川美智子、厳しいレシーブ練習は永遠に続くかと思われた。そうですね、当時の練習のことは頭に焼き付いてます。塩川は全日本の合宿が行われた体育館の跡地を訪ねた。ここにおよそ40年ぶりだった。で、守衛さんの小屋がありまして、体育館はちょうど右手の方に古い体育館ありまして、特訓で全ての力を使い果たした日々がよみがえる。練習時間が非常に長い時に終わりぐらいに、なんかひょんなことから、ワンマン100本いけとかつって言われまして、ワンマンレシーブ100本いけないじゃないですか普通は。で途中で水分がなくなるから防火用水の水バーッとかけてくださって、ちょっと息を吹き返して最後まで100本行くことができましたけども、まあ
夜中の2時ぐらいに終わって、でもう歩けなかったんで体育館で寝ました。選手たちの汗と涙が染みついた床、靴で擦れた跡も見える。それは一人一人の執念の証だった。チームの最年少、合宿当時18歳の白井貴子、身長182センチ、一番の大型選手だ。天井から打ち下ろされるようなアタック、しかも相手の意表をつくところにボールが飛ぶ。他のチームでも私みたいな選手いなかったですね、よく考えてみたら。あの時代は私はもう逆足なんで、あそこしか打てない、反対に。それが良かった、良かったったらおかしいですけど、だって秘密兵器だったんですよ久しく求められていた大型アタッカーの出現に世間が沸いた。きっとソ連に打ち勝ってくれる。しかし小島は白井にも守備力の強化を課した。走って走って拾いまくれ。無限に続くとも思える過酷なレシーブ練習。18歳の多感な白井は心身ともに追い詰められてゆく。気持ちがすり減っていくような毎日だった。毎朝その練習が始まるって言ったら鼻血が出るんです。そのちょっとした鼻血なんですよ。もうダーって感じで。ストレスですね、今で言う。それともうそれがだいぶ治ったら今度はジンマシン。全身ジンマシンなんです。本当にもう。なんかストレスの塊でしたね。口聞くのも嫌でしたね。ある日事件が起きた。合宿所に白井の姿がない。とうとう仲間と二人合宿所から逃げ出したのだ。若さゆえの精一杯の反抗だった。今この場所を離れたい、ただそれだけですよ。だからもういなくなってじゃあどうするんだっていうのは何もないわけですよ。じゃあ本当に家に帰るのかバレエをやめるのかってそこまで考えてないんです。その場を逃げたい。ずっと映画館で映画を一本は見たんだけど、そのままぐーっと夜まで映画館にいて寝て、それで安宿に入ってずっと寝て。白井を探し出し連れ戻したのはコーチの佐藤忠明。全日本としての自覚が足りない、オリンピック代表に甘えは禁物だと諭した。お前は日の丸つけてんだよということをね、国を背負ってるんだよと。それでそんな簡単に自分がしんどいから嫌だからってやめれるって、そのいかにその催眠術をかけて金メダルに邁進をするかと、日の丸といいますか、やっぱそういうものもあの子供に選手に伝えてやらないかということなんですよね。あ、そうなんだっていうのはありましたね。ちょっと変わりましたよ自分の中で。あのだから金取らなきゃいけないんだっていうふうには変わりましたね。自分の夢だけじゃないんだって、これはみんなの、あの思いが詰まってる。金メダルっていうのは自分が頑張っただけのものじゃない。金メダルの奪回、それは日本全体の期待でもある。
18歳の白井は心に刻み込んだ。一方、宿敵ソ連も金メダルへ向けて邁進していた。前回のメキシコオリンピックで金メダルを日本から奪い取ったソ連、その経験者を6人残し、実力本位のチームを組んでいた。平均身長で日本に勝る選手たち、強烈なスパイクを打つ2枚エースを擁する。一人はインナーディスカル、強打からフェイントまでさまざまな球種を使い分けるベテランだ。もう一人、ニーナ・スモレーは若さを生かしクイックとオープン攻撃に威力を見せる。チームは金メダルの死守を国から命じられていた。должны были выиграть и доказать, что 1968 год Мехико – это не случайность. Это было такое принципиальное положение. И настрой внутренний тоже был таков, что нам надо просто доказать, что мы можем играть с Японией и побеждать. Разбирали досконально команду Японии практически каждый день. И изучали их, еще раз повторяю, и по фотографиям, и по номерам. В тренировках тоже...小島監督はそれじゃ金メダル取れないっていうことを常に言われてました。前ら金だろうって口癖のように金だ金だって言われてましたからね。だからもう、いや、これを取れなきゃ、これをやらなきゃ金が取れない、これで金だとかね、もうそういうことしか言ってなかったですね。だからもう背中にかぶさってましたね、金メダルがね、もう常にね。1972年5月、ミュンヘンオリンピック開幕の3ヶ月前、オリンピックの前哨戦ともいえる日本対ソ連の対抗戦が行われた。全日本の雄姿を一目見ようと会場は超満員。全6試合が行われる恒例の対抗戦、ベストメンバーで臨んだ全日本、走るバレーで強さを見せつけた。中でも観衆を沸かせたのが白井だ。日本の若き大砲が火を吹いた。途中から出場した白井は大逆転劇を演じた。ソ連は白井のスパイクに歯が立たなかった。Не очень, еще раз повторяю, то есть не брали внимания, потому что она игрок была, когда она ее и меняли, и замены были, когда она была в основном составе, иногда нет. Поэтому мы как-то, ну, мы знали ее как игрока, знали все ее качества, значит, она высокая, прыгучая девушка. Коварным была нападающим, и в этой игре она проявила себя на высоком уровне. Зен-Нихонが 6戦中5勝を挙げ圧勝した。金メダルは間違いなし、誰もが確信した。金、なんつっても金ですよ。金メダル取るぞっていうね、もう一言だけでしたね。はいはい、私はもう銀なんて考えなかったですね、ミュンヘンの時。全く、女子バレーはもう頑張れば金なんだって。まあ使命、運命、天命っていうのがあったらね、もう使命はもうその金を取るっていうのがね。しまっていこう。よし。頑張ろう。よし。ソ連を倒したことで
選手たちは大きな自信を持った。オリンピックに向かって前進するだけだった。いよいよ決戦の地、ミュンヘンへと旅立つ。必ず金メダルを持ち帰ります。選手たちの顔は自信にあふれていた。監督とコーチ、そして12人の選手全員の名前が書き込まれた特大の色紙。チーム一丸となって金メダルを目指す、その決意を一人一人が胸に刻み込んだ。1972年8月26日ミュンヘンオリンピック開幕。柔道の白巻選手が持つ日の丸の旗、大きな拍手。可能と言われております。13から16の金メダルを狙います。体格において全く引けを取らないバレーボールの選手が入ります。日本選手団の先頭は女子バレーの選手たちだった。あの時はもう堂々とね、取るぞ取るぞ取るぞで更新してましたからね。現地でのコンディションは上々、体のキレも良く体調もベストだった。何ら不安もなく余裕すら見えた。全日本は決勝へ進出した。予選、準決勝と1セットも落とさない快進撃。金メダルが見えてきた。チームのムードは最高潮に達していた。ところが決勝前日、予想もできなかった悲劇が世界を震撼させた。パレスチナゲリラがイスラエル選手団の宿舎を襲撃、選手11人が死亡する大惨劇となった。びっくりしました。でも何が起きたか全然分かんなくて、ただなんか音が、ヘリコプターの音とかなんかいるような音がしてて、もう怖かったです。ライフル持った人たちがバーッともう囲むようになったし、何何何ってパニック、本当にもう そういう状態だったんです。翌日行われるはずだった決勝戦が1日延期になった。選手たちはこの日に照準を合わせコンディションを整えてきた。体に変調をきたすものも出てきた。その1日遅れたからそういう生理になったとかっていうこともやっぱりあったんですよね、一人二人はね。で、私はやっぱり例のごとくもうイライラして、歯茎が痛くなって、で歯茎がこう腫れたっていうこともあったんですよね。なんていうのかな、ジャンプ力は落ちるし体が重くなるし、生理の時ってね、だからそういう点ではちょっと不利な状態でもあるんですけど。決勝に進出したものの準決勝では苦戦したソ連。延期で空いた1日は思わぬ休日になった。Устали. И этот день дал нам дополнительно немножечко такую разгрузку от физической вот этой напряженности, от усталости.
И я думаю, что он в какой-то степени положительную роль сыграл. Вот этот именно день, который нам дали. 1972年9月7日、ミュンヘンオリンピック女子バレーボール決勝戦。国中の期待を背負った選手たちが戦いに挑む。金メダルをかけた伝説の名勝負。あれから40年、全日本のキャプテン松村克実、ソ連のエースニーナ・スモレーワ、世界の頂点を極めたメダリストが再び相まみえる。2人と共にあの試合をフルセットで振り返りながら伝説に迫る。こんにちは。伝説の方にお目にかかれるとても光栄です。ありがとうございます。お二人は40年ぶりですか？そうです。じゃあ、あの試合以来ですね。はい、そうなりますね。久々にお会いになられてどうですか、印象は？松村さんはあの時よりも美しくお若く見えますね。お元気そうなので現役に復帰されたらどうですか？ありがとうございます。スモレーワさんどうですか？スモレーワさんも面影あって、もう、うん、あの目に特徴があったので、うん、あのすぐ分かりました。40年ぶりに会っても、ありがとうございます。まあ一番ね、これからあの大事な試合が始まるわけですけども、ソ連に対して日本はどういう作戦を立てて臨んだのでしょうか？そうですね、まずあのリスカルさんとスモレーワさんのあの強烈なスパイクをどう止めるか、どう開くか、あのレシーブするかっていうことにあの重点的に置いて練習をしてまいりました。はい、もう試合前からもうマークしてたわけですね。はい、もうスモレーワさんのアタックはもうすごいですからね、素晴らしい。それにあのリスカルさんは力があるんですけども、はい、スモレーワさんがコースを変えて打つのがとっても得意だったもんですから、もう本当に怖かったです。なるほど。じゃあソ連は日本に対してどういう対策を練ってこの試合もあの迎えたのでしょうか？日本は本当に強く、長年にわたってソ連のライバルでした。松村さんはボール回しがとても上手なセッターで、私たちのサーブが単調だとすぐに反撃されます。重要なことはまずサーブで日本のリズムを崩し、思い通りにプレーをさせないことでした。私たちの最大の武器はブロック。どう日本の速いパス回しに反応していくかが課題だったのです。わかりました。それではあの日本とソ連の思いを込めた試合を見ていきましょうか。1972年9月7日、日本対ソ連の決勝戦が始まろうとしていました。会場を3700人の観衆が埋め尽くします。日本のメンバーは松村、山下、岩原、飯田、追沼、古川、浜、島影、山崎、塩川、岡本、そして白井。チームを引っ張るキャプテン松村はオリンピック2度目の出場です。若き秘密兵器の白井、二十歳の白井をどう使うかが試合を左右する重要なポイントになります。一方のソ連はブルダコーワ、キュリナ、ルユノワ、ボロズナ、サリヘイワ、スモレーワ、テレチャコーワ、サリホーワ、リスカル、クドレーワ、レオンチェーワ、ゴノボ・ブレーワ。
大砲リスカルとエースアタッカースモレーバは攻撃の要、世界一の守備力を誇る日本を崩しにかかります。両チーム6人のスターティングメンバーがコートに散ります。松村さん、白井選手は入ってなかったんですね。あ、これがあのスタメンなんですよね。で、レシーブがやっぱり重視したメンバーで最初は行くっていうことで、ソ連もベストメンバーで来てるわけですね、スタートは。最高のメンバーです。伝説の名勝負はソ連の主砲リスカルのサーブから始まりました。わずか10秒、ソ連早くも先取点。当時は現在のラリーポイント制とは違い、サーブ権を持たないと得点にならないサイドアウト制でした。サリホーワが左手で打ちましたね。彼女は左利きですが右でも打てます。彼女は両サイドから攻撃しエースを助けます。集中できていません。慌てています。そうですね、出足をちょっと緊張してますね、日本も。対戦者的には全然緊張しているようには見えないんですが、それでもやっぱり緊張しているわけですね、はい、もう出足は 2,3 本打つとボールに触るともう緊張取れるんですけどね、初めはやっぱり緊張しますね。動きが硬いですもんね。なんかこの時皆さんになんか声をかけたんですか？緊張をほぐすためのですね、まあ、あの言ってはいるんですけどね。私たちは日本の速いリズムに乗せられないことを心がけました。お互いに落ち着いて落ち着いてと声をかけ合いました。自分たちのペースを大切にしようとしたのです。前に行われた日ソ対抗戦とは打って変わってソ連の動きにキレが見られます。日ソ対抗戦では私たちのチームの調子はもう一つでした。でもオリンピックに向けて調子が上がるように調整を続けていました。もちろん対抗戦で日本より弱かったことは不安でしたが、ベストコンディションでオリンピックを迎えるように準備に努めていたのです。立ち上がり、動きに硬さが見られる日本。1点を取って反撃開始です。リスカルがアタックしました。出足を島影もまあまあ良かったですね。とても調子が良かったようですね。行けよ、行くよって言ってんですよ。気合を入れてるんですね。
でも松村さん緊張してるのは全然見えないんですけど、見えないように不利だけは不利不利だけはもう盛り上げようとして必死ですブロック、これで日本のペースになりました。これはもういけるぞっていう感じに、うん、思いましたよ。やっぱりあのブロックでリスカルを止めたっていうのが、ここでも止めるんですよね。まただからなおさらおー乗ってきたっていう感じで、もうウキウキ浮き足立ってたかもしれないです。あ、もうこのままもういけちゃうかも、突っ走れちゃうかもしれない。ブルダコワです。私たちは縁起を担いで、ブルダコワがサーブを決めればこのゲームはいけると思ったものです。こういうすごい剣神の戦いって第1セット目を取ることが非常に大事になってくると思うんですけども、うん、その1セット目を取ることの大事さっていうのはどういうふうに考えていらっしゃいました？やっぱりね、1セット目の出足っていうのはどうしても硬くなるんですよ。だから思うようにいかない。だいたい 4,5 点ぐらいいくとなんかリズムがこうつかめるような気がしますね。ああ、ネットタッチですね。リスカルです。彼女はブロックもうまいんですよ。すごいでしょう。力がありましたね、リスカル。強烈なスパイク、本当に重いんですよ。サーブで相手を崩すって発想はなかったんですか？いや、やっぱり崩した方が有利ですよ、サーブ。ところが今はサーブネットに引っ掛けてもネットインで大丈夫です。あの頃はネットに引っ掛かって入ったらもうダメなんですよ。もう向こうにサーブ権も移っちゃうんですよね。だからあんまりネットギリギリのサーブって打てなかったんですよね。日本ドリブルを取られました。スモレワさんのスパイクありましたけれども、スモレワさんは、ね、はい、頭がいいんです。考えて、すごい考えて打ってくるんですよね。だからすごい怖かった。リスカルさんより怖かったです。これはいいブロックです。スモレワさん、私とドゥユノワですね。こういうプレーがゲームを変えるのです。ブロックされるとアタックした側は何とかしなければいけないと焦り始めます。
5対5になって私たちは自分のペースをつかみました。この辺から乗ってくるんじゃないですか、おそらく。その通りです。ここで私はブロックをあえてしませんでした。ボールをレシーブで受け止め、その間に守備の体勢を整えるのが狙いでした。デュノはうまく打ちましたね。日本の空いているスペースをよく狙いました。トスがうまくいかずスパイクが決まりませんでしたね。ディスカル、これでもあれが入ってる。これは私のミスですね。私はアウトになると思ったんです。後ろが空いてると思ったから、あれ後ろ攻めたんですけどね。スモレーワがドリブルを取られます。あの当時のドリブルはすごく厳しかったんですよ。今はこうドリブルしても、良かったんです、ね、そうですね。本当に厳しかったですよね。そうそうそう、もう取られましたね。ぎこちないけど何とか入れました。とても重要な一点です。私たちのキャプテン、ブルダコワです。彼女 の、 あのトスワークってどうですか。彼女は最初はアタッカーをしていたんです。その後セッターに変わりました。全体的にいいプレーができる選手です。落ち着いていてあまりミスもしません。トスのレベルも上々です。松村さんはブルダコーワをどう思いましたか。ブルダコーワさんはとてもキレのあるパスをし、いいパスをしてましたよね、柔らかいボール、とても重要な場面です。日本がさらにリードしました。点差を広げられたソ連、流れを変えようとメンバーチェンジ。ドゥユノワとゴノボブレーワを交代させました。残念ながら2人とももう亡くなってしまいましたけど、ほらこれすごいの、あの2のトスが良かったですね。今のね、持っていくトスも良かったけど、あのスパイクはすごい。この辺から調子の持っていくのかもしれない。私たちに自信が出てきていますよね。そうなんです。日本のブロックが当たらなくなっています。それが私たちの自信を高めています。小島監督ですね。これはどういうことを話し合われてたんですか。これはね、やっぱりね、あれだけこうトントントンと波に乗ってたんですよね。日本も2点の差をつけながら行ってたのが、ここでもう同点になったらもうそれに調子がついちゃったっていうんでタイム取ったんですよね。
だからここで崩せっていうことを多分言われてると思うんです。タイムアウトの後のボールはこっちへ取らなきゃいけなかったんですけど、サリファーさんにやられたけどもそれに取られちゃったのね。テレチャコーワです。彼女をはじめアタッカーが3人前衛にいます。こうすればスパイクの効果が上がるのです。流れがソ連に行ってる時に日本側をどうやって引き締めるかっていうのはキャプテンとして何を やらなきゃいけなかったんですか。やっぱりね、あのミスは良くないです。もう上げれるボールは全て前に上げていかなきゃいけない。ソ連に逆転され引き離され始めた日本。それで私が一回出るんですよ。ここでこれがなんで出たのかな。こういう大事で時間帯にキャプテンが出るってちょっと何かがあるからですよね、うん、ちょっと頭を冷やせって言われたかもしれないです。カッカ来てたから。カッカ来てたんですか。全然見えませんけど。カッカ来てたから。でここで塩川を使うんじゃないかな。ほら使って決まらない。塩川とセッター、塩川はセッターなんだけどもお犬間とのあのコンビを塩川に打たして決めようとしたところは決まらない。塩川が攻撃できるからね。これも決まらないね。これもほらそれでも交代。私がとても喜んでいますね。そう。ラインを踏んじゃいけなかったんですよね。下の、あの今は踏み越えたらダメだけども、ね、はい、8対12。これ以上の点差は許されません。ここで日本平井を投入。平井で攻撃力をアップさせ単調になったプレーの流れを変えようという狙いです。平井の一撃。しかしブロックに阻まれサーブ権はソ連に奪い返されます。日本タイムアウト。4点差をつけられた日本、この後平井を中心に反撃に転じます。BS ニュースです。この時間の主なニュースです。いた小学生2人が大型トラック中、気温がぐんぐん上がりました。5度以上の猛暑日になるなど各地激しい雨が降る恐れがあり、気象庁の年は家庭裁判所の審判で少年はそれまで本当に3時前群馬県太田市のちょっと危険かなと思う右から直進してきたマルチ鈴木によりますとしたが、インド人一人が述べています。根拠にしなかったと話しています。日米調整所が東京が明日の予想気温です。最高気温第1セット前半はソ連のスパイク。女子バレーボール伝説の名勝負ミュンヘンオリンピック。
女子バレーボール日本対ソビエトの決勝戦。第1セット前半はソ連のスパイクが炸裂、日本の守備を崩します。8対12、日本は秘密兵器平井隆子を投入。この後驚異的な巻き返しに出ます。さあここは今ここよって言ってるのね、多分私は今行くよ今を追いかける。もちろんチームを元気づけることは大切です。この時点ではまだチャンスはあるのですから。2番山下が強烈なスパイクを決めました。ブロックポイント、平井初得点を挙げました。かさずスモレーワが反撃。再び平井、その強打にソ連選手は一歩も動くことができません。平井がバックに移るため守りに定評のある古川と交代します。平井の攻撃力でリズムを崩したソ連、日本は隙をついて1点を追加しました。アフレジアーニ監督がタイムアウトを取ります。あれはサリホーワのミスでした。バックの右サイドにいたサリホーワがカバーすべきでした。でタイムですね。やっぱり古川さんちょっと顔色悪いですね。そうですね。チリナはこのセットとても活躍しました。タイムアウトの後ソ連は落ち着きを取り戻します。ソ連の動きが良くなってきました。大砲リスカルがトスを上げましたよ。今はドゥユノワですね。みんな倒れていますね。お互いの意思がうまく伝わらなかったのですね。日本は岡本真理子を投入しソ連を揺さぶる作戦に出ます。これはどういう理由の交代なんですか？これはねちょっと岡本のテンポが速いトスなんですよ。平行トスっていうのをやってるんですよ岡本は。攻撃のスピードを速くしようっていうことですか？そうですそうです。3枚ブロック。チュリナの手がネットから離れボールが吸い込まれてしまいました。危ないミスですね。
これすごいですね。すごいですね。強打で攻めるソ連。ソ連の隙を突く日本。互いの持ち味が色濃く見え始めました。トスが近すぎます。これは明らかにミスです。みんながイライラし始めています。イライラしてます。イライラしています。彼は日本語もちょっとなんか変ですね。ちょっとね、そうイライラしてる。11対14、ソ連がセットポイントをつかみました。ここで決めなきゃいけないね。テレチャコワが決めました。長いラリーの後の得点は自信につながります。あの点数は大きかったです。守備を誇る日本、返せません。準決勝まで1セットも落とすことなく勝ち進んだ日本。ミュンヘンで初めて失ったセットに動揺が隠せません。リュースカルさんは力 の, あのバレーで力で打ってくるんですけど、スモレワさんはもういやらしい攻撃をするんですよね。そう思いません？自分でも。私は一生懸命プレーしたのです。リスカルのようなパワーはなかったので、頭を使って松村さんがいないところにボールを集めようとしました。でもいない場所を探すのは大変でした。裏を返せばそれだけ日本チームを研究してきたってことですか？私たちは日本の選手を一人一人しっかりと研究しました。肉体的能力、それぞれのポジションにいる時の動き、そして役割、すべての情報を集めてはそれぞれの選手がメモを取って頭に叩き込みました。そのための特別な授業もありました。監督が私にこう質問するのです。スモレーは、君が前衛にいたら目の前の選手は誰なんだとね。そうした細かい情報はとても役に立ちましたね。とにかく日本の動きが早かったので、どんなフォーメーションで来るのかとてもつかみにくかったからです。この時にやったと思ったでしょ。一セット取った時どうでした？いや、そんなことはありませんが、スタートで成功したら自信はつきます。頑張りたいという気持ちにもなります。モチベーションが上がるのです。日本も途中まで迫ったんですけどね、やっぱ突き放されちゃいましたね。次後がないからやらなきゃいけないっていう気持ちが出ましたね。やっぱり最初から後がない、もう 2-0 になったらもうダメだって言われて、だからこの2セット目は大事だっていうことはものすごく感じました。私、私たちはちょっと安心しました。第一セットの最後の方では緊張しました。でも勝ったことで気持ちは落ち着きました。それは第二セットにも影響しました。
第2セットに向けて日本のこう立て直しっていうのはどういうことを考えていらっしゃいましたか。ですね、やはりあのこのメンバーで島影から入ってますからね、あのやっぱりもう守備ですね、守備で盛り上げようっていうところですね。それで白井さんまた外してるわけですね。そうですね、2セット目 の、 あの前半島影からスタートですね。去年も同じメンバーですよね。はい、そうです、第1セットと同じです。日本が決して落としてはいけない第2セット、またもや守りを重視した布陣で臨みます。もうこれもう2セット目は後がないですからね、私の攻撃から始まるんです。それが入ったんです。松村さんが攻撃ですよ、ですよ、うん、私があの攻撃するなんて珍しいことなんです。じゃあもうとにかく松村さんに打たせよう打たせようみたいな感じだったんですか。とにかくね、もうこのセットは絶対取らなきゃいけないセットですからね、必死です。松村さんはバックを狙った独特の打ち方をしています。必ず守備の選手がいない微妙なコーナーを狙っていました。この狡猾な打ち方には苦しめられました。サリホーアはトスが苦手なんです。ボールがネットから離れすぎましたね。これ出足がいいですね、2対0でね。そうですね、この辺から山下が当たる。ブロックはしたんですけどね。ソ連のワンタッチで日本がサーブ権を取り戻します。あの正面に入ってレシーブしてるんですけど、やっぱりスピードがあるから飛ばされてるんですね。また山下さんでした。左利きなのでとても変則的なプレイヤーです。左の選手だとブロックしにくいですか。やはり有利ですね、やりにくい選手ですね。私のサーブ良くないわ。松村さんのトスは山下で行くんですよね。トスが、うん、山下が調子いいからもう山下で行ってるんですよね。山下さんってあの左打ちなのに、サーブだけ右なんですね。そうなんです。気持ちですよね。左利きだったらサーブも左なんでしょうけど、山下さんは右なんですね。面白いですね。リスカルが反則を取られました。センターラインを越えたようです。
監督がリスカルを休ませ、代わりにチュリナを入れます。どうしてこんな早い段階からリスカルさ休ませちゃうんですか？第2セットではリスカルの調子は今一つでした。まあ健康に少し問題があったということです。実はリスカル、決勝戦が伸びたことで体調を崩していました。サリフォーワも左利きですね。それはセッター一人というシステムに生かされているんですよ。ドゥユノワが打ちました。とてもいいアタックでした。ドゥユノワさん身長が高いから打点がすごい高いんですね。上から打たれてますね。そうですね。飯田さんのアタックを私がレシーブできませんでした。ミスです。ダメですね。とても強くて嫌なサーブでしたね。アウト。日本がソ連を引き離します。今のルールではサーブのネットインはミスにはなりません。もうね、この辺でね、ロシアの足がちょっとなんか動きがちょっと悪くなってきましたね、レシーブの動きが悪くなってきました。少し疲れてきたようです。足が止まりましたね。それは落ち着いていたとも言えますね。ここは私はお手上げでしたね。なんか点数がもう日本の方にどん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 入っていくんですよね。これなんでなんでっていう間に。ロシアの方は全然ソ連の方は焦らなかったんですか？これだけ日本に連続でポイント入ってって。選手が疲れた時、監督は彼女たちを休ませなければなりません。だから交代は当然のことです。でもチームが落ち着いたという場合はメンバーチェンジはマイナスです。新しく入った選手はチームのリズムを乱しかねないからです。どうしてあんなトスを上げたのか分かりません。日本は徐々に得点を上げています。私たちはサーブの後ブロックもレシーブもできていませんね。
ブロック失敗です。ブルダコワも私もしっかりしなきゃ。はい、もう日本もロッパさんを休ませるんですよね。ちょっと点数の差が開いたから。だだだ、うん、お互いに、はい、浜さん、素晴らしいアタックでした。打ちにくいボールなのに下から上に打ったような気がしました。アタッカー向きの性格ってあるんですかね。いい選手は性格以外にジャンプ力と空中にいる時の瞬時の判断力が必要です。ソ連チームはブロックがダメですね。私はこの時バックに回っていましたが、どうしたらいいか分かりませんでした。ブロックがないためボールが次々にコートに打ち込まれてしまいます。私はチュリナに言いました。手をもっと広げてブロックしなさいと。素晴らしいアタックでしょ。選手たちが大きく前に集まったことでバックにいる私が守らなくてはならなくなったのです。でもボールがあまりに速くてディフェンスが難しかったんです。こういう大差がついちゃうとかえって不安になったりしませんか、日本は。ですね。なんかまだでも何ともそういうことは考えないでどんどん取れるところには取ろうと。本当に大きな点差ですね。チームが盛り上がってくると何もかもがうまくいきます。私たちのチームはちょっと戸惑い気味です。そうです、そうです。例えばソ連の方でこうなんか作戦があってあえて手を取らないみたいなことっていうのはないんですか。決してそんなことはありませんよ。金メダルを争う試合で相手のためになるようなことをするはずがないでしょう。バレーボールはゲームですから、そんなことを思ったってできません。日本が勝っているのは私たち自身がミスを犯しているからです。でここでもう塩川お犬はもう休めるんですよね。日本はこの点数の差だからね。やっぱり試合がうまくいっている間に若い選手にチャンスを与えるということですね。セッターですからちょっとコンビが、でも今のもコンビが合ってないけど、フィエントしたのが決まってるんですよね。一回軌道に乗ったら何をやっても全てがうまくいってしまうものです。もうそう、流れがもうこっちに来てるんですよね、この時は何を監督は話してるんですかね。監督は交代に出た選手に自分のポジションをしっかり守れと叱っていますね。他の選手にももちろん責任はあるのですが、監督が交代の選手を戒めています。
ロッパさん、あ、古川です。回ってきたボールをチュリナがうまく処理しました。ただ点差は大きく離れていますね。これだっても捨ててもいいやっていう発想もまるでないわけですね。もちろん力を尽くすのは当然じゃないですか。ただ不利な状況ですけどね。これだけ大差つくとやっぱり次のセットにつながるから、やっぱり1点でも多く取ろう、1点でも多く取って詰めていこうという気持ちはあるんですよね。もちろんです、だけどうまくいかないときはもうダメね。どんなにうまくいかなくても次のセットにつなげるために点を取らなければいけなかったんです、でもコートの中ではそこまで考える余裕はありませんでした。勝ちたい気持ちでいっぱいなんです。スモレーはよくできました。何より大事なのは戦い続けることなんです。これはゴノボブレーワの巧妙なサーブです。小さなミスを誘いますが体勢は変わりません。しかしソ連のチームは次のセットに向けた準備を始めています。でもこの、 日本の交代は余裕の交代なんですよね、メンバーチェンジは。若いですもんね、若い選手を使っていく、脅しのスパイクはそんなに強くはなかったのですが、狙った場所が良かったんです、頭を使いながら。ソ連に大差をつけた第2セット、平井に出番はありません。今監督の唇の様子を見ると、私にブロックするときもっと手を広げるんだと言っているようです。ソ連チームのコート内のキャプテンはスモレワさんだったんですか。背番号1番のブルダコーワがキャプテンです。でも彼女がベンチに下がった時は私がキャプテンを務めました。守備のミスでボールを失いました。監督はサリチェワを入れます。彼女はレシーブ要員です。これでテレチャコワが休めます。
床がもう汗でびっちり濡れるんですよね。シャツも汗でびっしょりでしたよ。でもなんかソ連の選手のユニフォームはそんなになんか汗が染みてないような気がするんですけど。それはきっとそういうふうに見えるだけです。スピードがありましたね。私たちはサーブ権があってもなかなか得点できません。日本が素晴らしいからです。今の岡本が打ったのはね、速いトスなんですよ。ちょっと平行にいってるような。僕とかはからも速さっていうのはすごい追求してたわけですね。そうなんですね。すごい速攻でしたね。平行トスですね。ああそうですそうです。サリチェーワのミスです。彼女は初めてコートに立ちました。少し緊張していますね。ついに日本がセットポイントを迎えました。このサーブの声がすごいんです。島影のサーブの声あれでも海外では人気あったんでしょ。そうだから、うわーって言って声出すからね、すっごいあの観客の人が喜んで島影のサーブは途中で曲がるサーブでした。その技術で点を取りたかったようですけれど失敗しました。あ、島影選手で、またミスです。でも私たちはまだ諦めていません。日本2度目のセットポイント。メダル奪回のために決して落とすことのできない第2セット、日本は大差で勝ち取り1対1のイーブンに戻しました。バレーボールにはよくある話ですが、
今のように緊張したゲームの後、選手は弱気になりやすい。でも第3セットは私たちは負ける気はありませんでした。もちろんチームは1回落ち込みました。気持ちが回復したらまた敵のチームに追いつき勝たなければなりません。監督がインターバルの間にいろいろな注意を与えていました。ブロックもダメ、レシーブもダメ、すべて負けたのは自分たちが原因でした。試合のリズムを取り戻すため監督はいろいろな指示を与えました。それが大切な時間でした。でもあんまりこういう点差で、うん、差がつくとなんかやっぱりベンチへ帰った時にホッと抜けちゃうんですよね。勝った方が、点差で取った方がなんか気がちょっと抜けるっていうかね、そういうことがあるんですよね。だけどこのメンバーベンチに帰った時には絶対次も行くよ、引き締めようねって言ってるんだけども、どうしてもちょっとふっと抜けたところがあって、出足の時にちょっとそれが出るとやっぱりやばいんですよね。負けちゃうっていうケースが多いんですよね。両者譲ることのできない第3セット。このセットを取ったチームが金メダルに王手をかける重要な試合です。日本のスターティングメンバー、これまでと同じ守りを重視した布陣は変わりません。一方ソ連はベンチに下がっていたリスカルがスターティングメンバーに復帰、アタッカーのデュイノワに代えて守備に定評のあるチュリナが入ります。第3セットが始まりました。両チームの力は拮抗。1点を得点するまでに8回もサイドアウトを繰り返しました。それをきっかけにペースをつかみ一気に得点を重ねていきます。1対6、日本はこれ以上引き離されるわけにはいきません。ここで若き大砲白井に勝負を委ねます。しかし白井のスパイクは阻まれます。うまく白井にボールを回すこともできません。5対13、ソ連が第3セットをものにするのはあとわずか2点。このままソ連がこのセットを取るのか。
今のもレシーブ体でぶつかってるんだけども、ね、ドリブル取られてるんですよね。必死に食い下がる日本。点差は縮まりません。しかしここから日本の猛烈な追い上げが始まります。反撃ののろしは白井のスパイク。とてもいいスパイクですね。スパイクを、はい、やっぱり流れ変えますね白井さんですね。今ここで白井が当たってるからもう白井ばっかりにトスを集めるんですよ。一人の選手に試合をかけてはいけません。お互いの気持ちがすぐ分かり合うチームワークが欠かせません。一人の選手だとその失敗だけで試合がダメになることがありますからね。白井さんは決勝前、準決勝までは出てないんですよね。出てないです。コンビ合わせとかしてなくて、うん、大丈夫だったんですか。白井はね、普通あのトスは打てないけども、白井が打ちに行ってんですよね。だからよっぽど調子良かったのか、もう何でも私が打つわよっていう感じで打ってましたね、この時。よくなんかアタッカーの人ってなんかセッターにね、なんか私には上げないでみたいな、上げないでオーラを出す人がいるらしいんですけどもこの時行って白井さんはもう持ってこい持ってこいって感じですか。そうそうそう、もう私が打つわって、もうどんなトスでも打ってやるっていう感じで打ってましたね。どうして取られたのかわからない、ワンタッチがあったっていう。このラリーはすごいね。えすごい戦いですね。ここでも白井、今のプレーはすごいですね。打つ瞬間手首を使ってボールの方向を変えました。ボールがブロックを突き破ってコーナースレスレに入りました。2人ブロックもダメですね。チグハグですね。サリチェワも入りましたが良くないようです。この辺で追い上げていくんですよね。ブロックが当たっていませんでしたね。もう山下白井ですね。山下か白井にもうこの時は打たしてました。
リスカルが両手でフェイントをしようとしましたが、アウトです。両手でもダメということはトスがまずかったんでしょうね。今戦っているソ連チームにはセッターがいません。それが逆転できない理由でもありました。白井の活躍で6連続ポイント、11対13に追い上げます。ここでソ連がタイム取ったんですよね。13、11、はい、はい、ソ連は第3セットの途中からセッターのブルダコーアを休ませていました。ここでアフレジアーニ監督はブルダコーアをコートに戻し、チームの引き締めを図ります。このセット の13、11で、このセットの1点がどっちに行くかっていうのが大事ですよね、今。調子をつかんだ日本。しかしその前に、リスカルという大きな壁が立ちはだかります。一番ここが山でしょうね。13対11ですね。この頃からとても緊張した終盤に入りました。リスカルが攻撃をした後はブロックもレシーブもうまくいくようになってきました。みんな自信を取り戻してきました。中でもリスカルはすごいですね。アタックだけでなくフェイントで相手を翻弄します。このフェイントってまさかフェイントするとは思ってなかったですよ。それセットポイント、最後を決めたのもリスカル。日本はソ連の強打にねじ伏せられました。金メダルへの道、王手をかけたのはソ連。日本は後がなくなりました。異様な熱気に包まれた会場。奇跡の逆転に向けて日本第4セットに臨みます。BS ニュースです。この時間の主なニュースです。値上げ幅を 8.47% 程度まで圧縮し、値上げは9月ということです。を通じて感染し妊娠初期の今日にも対策の徹底を都道府県に。九州北部豪雨で気象庁は、続いて気象情報です。日は曇るところが多いものの、伝説の名勝負ミュンヘンオリンピック女子バレーボール決勝、日本はソビエトを相手に1セット目と3セット目を落とし1対2。後がない日本、迎えた第4セットでは金メダルへの執念が爆発します。これまでと同じスターティングメンバーで戦う日本。白井をどこで使うのか、
それが勝負の分かれ目になります。迎え撃つソ連も第1セットと同じ布陣を組んできました。この4セットはもうかけてますよね。どっちももうこのソ連もおそらくこのセットで終わりたいっていう気持ちがあると思うし、日本は後がないっていう気持ちで戦ってるので、おそらくどっちもそういうすごい試合になると思うんですけどね。そうですね、とても重要ですから。サリホーワですね。サリホーワさんもいい選手でしたね。はい、彼女はいろいろできる選手です。何でもできるっていう。1点取られた時にはね、と思いましたよ。この1点の重みすぐに返さなきゃいけないと思いました。もう2点3点は許されないっていう気持ちですよね。もう本当にこのセットは、サイド攻撃点取りましたね。もう今リスカルさんもちょっと疲れがちょっと出てるようなレシーブでした。日本のミス、タッチネットです。相手のミスがあればすぐに審判にアピールしていますね。見ていてあまり気持ちのいいものではありません。そうですね。古川さんは実はセンターですか。はい、センター攻撃です。あんまり使えなかったんですよ。本当なら古川のセンター攻撃をもっともっといつも使ってるんですけどね、ちょっと体調がいまいちで使ってないんですよね。この島影のミスでちょっと小島監督は白井を使おうかなという気持ちになったと思うんですよね。元気ですね。山下、山下ですね、もう。彼女のプレーは終始レベルが高かったですね。ミスが出てきましたね。疲れでしょう。ちょっとお互い疲れがこの辺から出てますね。
もうブルダコワさんが打ったんですね。巧みに手首を使ったスパイクです。取りにくいところを狙ったかなり難しいスパイクです。ブルダコワさんも3大会目ですよね。ミュンヘン五輪は東京からです。そうですね、彼女は東京とメキシコのオリンピックに出場したので、これが3回目です。ブルダコーワは残念ながら6年前に心臓の病気で亡くなりました。68歳でした。今コートにいるメンバーの中でドゥユノワ、ブルダコーワ、ゴノボブレーワの3人が亡くなりました。本当に残念です。ここでもう3対1でタイム取ってるんですけど、ずいぶん早いタイムなんですよね。もう監督も後がないっていうことだから、あの早いタイムでもうなんとか取り返そうということですね。タイムアウトを取ってリズムを崩す作戦です。的確な作戦です。そうです、はい、もうこれ以上ソ連の調子に乗せていくと日本はもう追いつけないっていう気持ちの焦りもあったと思うんですけど。でもバレーってリズムが大事って言うじゃないですか、だからやっぱタイムアウトをいつ取るかっていうのは非常に考えどころですよね。そうですね、難しいですね。タイムはね、タイムを取った後のあの1点というのは大きいんですよね。小島監督の作戦が当たりましたね。私たちにミスが出始めました。飯田選手ってのはどういう特色があった人なんですか？飯田選手はね、もうあのおっとりした性格だから、うん、あの私のようにうわーっていうような性格じゃないから、それでもなんかこう決めるべきところでは決めてくれるっていう取り替えがあって、それであのブロックが飯田選手はとてもいいブロックをするんですよ。4対3、リードを許してきた日本が逆転。ソ連のお株を奪うブロックポイントでミスを誘いました。ロッパさんがちょっと決まってないんですね、普通ね。あれすぐ決まるんでしょ、いつもなら決まってんですけどね。古川さんのアタックはうまかったけれど、私たちの守備だって負けていませんでした。打ってね、左ってる、これでもアウトになるんですよね。4対5、今度はソ連がボールを拾いまくり逆転。日本顔負けの守備力です。ここで靴ひもとか直してますけど、なんか作戦なんですか？サリフォーはですね、靴のひもを直しましたね。もちろん相手のリズムを崩すとともに
焦らない様子を見せてチームを落ち着かせることが狙いです。こうした時はそれが一番大切なんです。このセット、ドゥユーノワの調子はいいですね。よくやっています。ミノゴリの頃の選手って、まあ、何でもやるんですね。スパイクはするし、トスは上げるし、レシーブはするし。皆さんオールラウンダーなんですか？ですね。セッターはセッターだけじゃなくて、まあ、たまには打ったりもしますしね、やっぱり打てるセッターの方がいいですからね。安森玲和さん、大沼さん、タイミングもフォームも素晴らしい。大沼さんはね、すごい冷静なんです。彼女はメキシコから出ていらっしゃる方ですよね。そうです、メキシコで、メキシコは2人いるんですよね、はい、古川さんと大沼さん。でもメインはセッターなんですか、大沼さん。大沼さん、そうです、セッターとセンターの攻撃もできるっていう。ソ連が1点追加、日本を引き離しにかかります。これは2点連続取られたから、もうこれ以上の点数を開けられると辛くなるんですよね。だからここで小島監督は白井を投入。日本の得点をその破壊力に託します。ちょっとこれももう白井白井で行こうっていう感じですね。辛くなりました。このセットの白井さんはチームに大きく貢献しましたね。それはこの時白井対策みたいなのなかったんですか？彼女はレギュラーメンバーですらなかったので、エースになるなんて予想もしていませんでした。2アタックっていうんですか、1本目でもう2回目で打つっていうのはロシアはよくやりましたよね。上手でしたよね。それは言われてました。もうトスが上がってきたら打つ。松村さんも前ですよね、2は。いや、まあ、2でね、打った方が、とにかく早く打った方が
相手がもうトス上げると思ってるから、私の場合はだから2で振っちゃった。しかも両手でなんかあ、それはラインを狙ってやパスポイント、飯田さんもずっと出てるんですよね、出っぱなしなんですよね。相当疲れてると思うんですよ、飯ちゃんは。ソ連、疲れの出たリスカルを休ませます。リスカルが交代した後、およそ10分間にわたってサイドアウトが続きます。5対7から動いたのはわずか2点。サーブ権を取り返さなきゃいけない。ここでうまくいったわ、はい、松村さんが守っているから打つところが他になかったんですよね。後ろに下がってたからね。だからまさかフェイントとは。9対5からこの辺から挽回するのかな。あれ、なんかあった。審判がなぜ笛を吹いたのか私たちも未だに分かんないですよ。こちらもどういうことかわからなかったですね。そうそうそう、わかんない。だからブーイングがすごい出てるんですよ、うん、審判がおかしいっていうことで言ってるんですよね。白井、体をひねってブロックアウト。高い身長を生かしていよいよ本領発揮です。あのトスはもう白井に丁寧に上げてたんですよね、打ってほしいという気持ちで。高いアタックに驚いてしまって、私たちは足が止まってしまいました。どうにもなりません。これもビッグ打つんですね。ビッグビッグです。すごい。それでここからも点数がどん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 入っていくんですよね。同点になるかなんか。白井さん乗ってきましたね。そう、はい、白井さんに打ちやすいトスを上げるってどういうトスなんですか。もう白井にはね、高くてね、少々ね離れててもトスがネットから離れてても打つし、高く高く上げるんですよ、白井のトスは。まさか白井さんも初めてコートに入ってきてもだから打てるって感じですね。そうなんです。それで度胸があったんです、白井は。よくアタッカーをセッターが育てるっていうけど本当にそうなんですね。こういうところで育てていったんですよね。
で、ああいう風になってもあと拾うからねって言ったら、もうまた次が打てるんですよね。次拾ってあげれば、レシーブしてあげればね、打って、白井のスパイクが決まり3連続ポイント。日本ついにソ連を捉えます。今はもう白井白井で行けって言われてたと思うんですよ、あのタイムの時に。ここはもう白井で抜けろっていうこと。結構ギビさん今暑いですよね。いつも冷静な方がちょっと監督がイライラしています。私たちはブロックも守備も正確にやっているのです。これ以上何をしていいかわからないみたいですね。ブロックされたボールがどんな曲線を描いてアウトになったのかさえわからなくなってしまいました。この時は自信を失っていたのです。でもその後何とか持ち直しましたけどね。白井の活躍に盛り上がるチームのムード。小島監督は平井がバックに回っても交代させる気配すら見せません。日本にワンタッチが取られました。もうこのセットは山下白井でしたね。すごい盛り上がってますね。一番譲れないって感じですね。すごい盛り上がりです。素晴らしいプレーに拍手をしてもらうと感激します。もうここはもうサーブの行ったり来たりで、もう どっちも譲らないっていう感じで粘るんですよね。
と11対9で動いてきてますよね。そーっと落とした感じです。白井さんも大井沼さんもいるので、どこにスパイクしたらいいのやら。前衛に回った白井、またしても強打炸裂。今スモレアさん後ろでダメって怒ってますね。ブロックの身振りをしているから、ブロックもっとうまくやりなさいよと言っている感じだと思います。私が上げたトスをドゥユノワが打ちました。ここでは私がセッターの役割です。みんな疲れてますね。この時はミスをするのは怖いし、ボールを返すことが難しかったです。打倒ソ連の手応えをつかみ始めた日本、その先頭に立つのが白井です。私が少し油断してしまいました。ただあれは私のボールではありません。それでも頑張れば届いたはずですが、疲れでできませんでした。単純なスパイクではなく、ブロックアウトを狙えと監督が指示していますが、私は力が強くないのでそれは無理です。もう小島さんはこのまま行け行けって感じですか。そうです。私にもいるな、行け行けですね、うん、日本10連続ポイント。白井のスパイクでついにセットポイントを迎えます。大逆転、日本は第4セットをもぎ取りました。そして金メダルの行方はファイナルセットへと持ち越されたのです。でも10連続得点ってちょっとまたね、考えられないというか。そうですね、10点タタタタといっちゃったんですよね。白井さんのスパイクはブロックに当てることはできますが、アウトしてしまうんです。バックにいても私はそれを拾えませんでした。白井さんが来たら私は定位置より3メーターくらい下がりました。なんとかレシーブしてトスにつなげたいと思っていたからです。私はね、4セット終わった時にちょうど終わって並んだ時、ビッグが
白井が私の隣に並んだんですよ、うん、でビッグ調子いいねこのまま行こうよ5セットっていうことはなんか言ったような記憶があるんですよ。ビッグ行くよって言って一言言ってるんですよね、うん、多分それがビッグ次5セット目は出るよっていうことは言ったんですよ、うん、試合開始から2時間余り時刻は夜の11時を過ぎていた。息を呑む大接戦に選手たちの緊張はピークに達している。追いつかれたソ連、エースのリスカルはじめ主力選手たちに疲れが見えた。一方追いついた全日本、いけるいける、このままのムードで行こう、金メダルを絶対取るぞ。ロッカールームに掛け声が弾んだ。いいよいい調子よとかって言って気合い入れてくれてるんですよね。我々に肩叩いて、もうこの調子よこの調子よって言ってみんな言ってくれてるんですよ。肩叩きながらこの調子で行くよ絶対いけるよって言って、あもう頑張るしかないと思いました、はい、自分がもう何もかも忘れてこの1セットにかけようと思って、この1セットを勝たなきゃね、勝てるね、優勝ならねメダル取れないんですから、泣いても笑っても1セットなんですよね。だからもう気合入ってましたね、はい、第4セット大逆転劇の主役になった大砲白井。しかし白井自身はファイナルセットも途中出場になると考えていた。一人黙々とバナナを食べた。その時思いがけず声をかけられた。あの白井君5セット目も頑張ってくれたまえとか言われて、私レギュラーで出るんだみたいな、でそこから私の緊張が始まった。で塩川さんと会話したのを覚えてるんですよ。私たちがやるしかないんだよねって。白井がその強烈なアタックで得点を重ね、ソ連に先行することが日本の狙いだった、5セット目ね。ところがこの時ハプニングが起こる。ファイナルセットのスターティングメンバー表に異変が起きていた。面白い。これはあれと島影と変わったよねこれが、はい、でここに追いの間。大砲白井をエースアタッカーとして起用するはずが、なぜか後衛のライトからスタートするシフトになっていた。通常エースアタッカーはこの位置、後衛のライトからスタートすると攻撃ができる前衛に来るまでに時間がかかる。大砲が火を吹くチャンスを後回しにしてしまうのだ。その時はもう白井がともかく当たってたから、この白井を中心に監督もねスタートしてともかく先手を取ろうということで、我々スタッフはまたキャプテンの松村もそういうつもりでおったわけですよね。でパッと見たら白井が後ろから出たわけですよ。それで、松村も慌ててやったわけですけども、提出してしまった後でね、今更というわけいかんわけですから、で白井はやっぱり攻撃力で入ったわけですから、それを増えたら後ろから、ね、レシーブが先になっちゃったからね、ミステイクだったということになるでしょうね、うん、白井が後衛からスタートするファイナルセット、このシフトが金メダルの行方をどう左右するのか。こういうこともあるんですね。これ緊張からこういうミスを犯しちゃったんでしょうか。なんか
出し間違い書き間違いでもうそのまま出しちゃったっていう後で分かったんですけどね。感じましたか？確かにあのフォーメーションはいい判断ではなかったですね。正直言って日本チームは間違ったとすぐに気づきました。白井さんを後ろに置いたのは失敗でしたね。後ろに置くということはサーブレシーブをする選手ということになります。でも彼女はアタッカーなんだから前衛に置かなければ意味がありません。共に金メダルにかける日本とソ連、試合が始まって2時間以上が経っていました。背番号12、白井貴子、この大会で初めて先発を命じられました。ソ連は動きが鈍った主砲リスカルを下げざるを得ませんでした。日ソ合わせて24人の選手、ついに金メダルをかけて最後の戦いに挑みます。白井さんがスタートメンバー入ってますけど後ろですね。そうなんです、白井が後ろから。先制したのはソ連。やっぱりあの白井さん狙ってますね。ですね、最初のあのミスも何でもないようなミス、あのレシーブなんですけどもミスっちゃって1点取られてるんですよね。シュリナがとてもいい攻撃を見せました。シュリナさんが出てこの時にあれと思ったのはシュリナさんがすごい当たってたんですよ。よく打ってたんですよ。調子良かったですよね。でマークしてなかったから日本はこの選手を、まあ、白井みたいなもんですよね。これ相当疲れてますよね。もう疲れがピークに来てますね。ここで白井が前に上がってきたんですよね。はいはい、最初からこれで行きたかったんですけどね。白井のスパイクがソ連をねじ伏せます。
白井連続ポイント。反撃に懸命のソ連、巻き返しを図ります。スモレーはセンターから鋭いスパイク。白井一歩も引きません。もうビッグビッグですね、はい、それで決めるからすごいですね。白井白井白井リスカル、リスカルが今入ってきました。私たちがバックラインを作っています。今のはとても大きなミスでしたね。長いラリーでは正確なプレーが必要です。やっぱりそう。ラリーがああいうふうに続いた時には絶対ミスした方がダメになっちゃう。ガクッときちゃうんですね。これはどうしても勝たなければなりません。うまく打ちましたね、ブイノワさんね、いいボールではなかったのにちゃんと打ち返していましたね。日本がタイム取ったんですよ、この時もう5対2で。でも小島さん余裕あるような顔していらっしゃいますけどね。今ビッグがアウトになったんですよね、ライトの攻撃で。だからそこでタイム取って、今度ビッグがもうあと1本で後ろ回るの、これビッグが打つんですよ。決まんないですよ、ライトで打ってるので。ビッグでしょ、全部もうビッグがライトじゃダメ。で、飯田が決めて、白井が後ろに下がるの、今度レシーブに回るから、ここでビッグが島影と交代するんですよ。レシーブを固めるわけですね、レシーブを固めるためにビッグを。声出てない、声が出てないですね緊張してるんですよね、多分。
飯田さんですね。ここも大事なボールでした。あれはミスっちゃいけないんです。塩川松村さんが素晴らしかったです。うまくトスを上げましたね。チュリナがちゃんとブロックで助けていますね。チューリナさんがね、稼いで、すごく良かったですよ。ゲームが白熱してきましたね。6になった時はよし、いけるぞいけるぞっていう感じだったんですけどね。はい、そういう時皆さんに声かけたんですか、さあ、まあ、いけるぞこれはって、うん、もう一個よっつって、うん、あれがアウトになったの大きいですね、うん、あれが入ってれば7点になってたの、うん、とてもうまくいきました。拳を使ってうまく決めましたね。山下バックからのトスを返しきれずネットにかけます。ソ連が8点目を取りコートチェンジ。このあと再び若き大砲次第の登場、死闘が続きます。BS ニュースです。この時間の主なニュースです。について地元の皆さんに丁寧に説明をする。風疹のウイルスは見つからず、お腹の赤ちゃんに利用者の訴えを一部認める判決を言い渡しました。半数に上り、国は最新の測量相場と東京株式市場の今日の終値伝説の名勝負ミュンヘンオリンピック女子バレーボール、史上初めてフルセットまでもつれ込んだ決勝戦、
前半は逆転に次ぐ逆転、互いに一歩も譲らぬ日本とソ連、金メダルをかけた最後の死闘が幕を開けます。コートチェンジでゲーム再開、2点のリードを許す日本はどう戦うのでしょうか。8点と2点差がありますよね、これ、はいはい、それでコートを変わるっていうのは相当重みなんですよね。なんとか8点の間にひっつかなきゃいけないっていう気持ちがの焦りがあるんですよね。他のセットの2点差と全然違いますでしょ、ね、そうなんですよ、セット内っていうのは。もちろんそうです。でもこの以上離されるとっていう気持ちがあるから、山下もだんだん疲れてきましたね。みんな疲れていますね。ねえ、ねえ、もらっちゃうな。松村さんはリズムを落とさないように頑張っていますね。でも周りは疲れて追いつけませんね。クイックパスを上げてもスパイクが打てませんね。はい、いい、そうなんです、そうなんです。気持ちが焦ってくるとだんだんと、もう気持ちが焦るわ、体は動かないわっていうことで、もう本当にうまくギクシャグしていくんですよね。うまくいかない、そのところなんか正しい判断ができなくなっちゃう、ね、あれなんでなんでってこう考えるようになってくるんですよね。そんなはずじゃない、そんなはずじゃない、うん、そう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 。ソ連、右手だけで懸命のトス。しかし、日本にサーブ権が移りました。サイドアウト制って、なんかハラハラドキドキして見応えありますよね。時間がかかるんですよね、うんうん、なんかじらされてるみたいな。少しずつ離される日本。ここで古川が岡本と交代しました。11対6になって、スモレワさんはどういう気持ちだったんですか？もういけるって感じだったんですか？いいえ、優勝するという自信はありませんでしたが、チームは盛り上がっていました。絶対に負けないと。バレーボールは戦いなので、何が起こっても不思議はないのです。ついに白井が登場。大逆転は再び起こるのか。
ここでもう白井が出てきてんですよね。でこれで白井白井でまた今島影と白井が白井さんですね。はい、はい、ミスです。リスカルも私もミスをします。松村さん元気ですね。はい、そうですね。なんかいけるいけるっていう。白井さんが入ることによってこう雰囲気がガラリとこうやっぱ変わっちゃうんですか。うん、もう白井にあげていこうっていう気持ちになってるから、みんながそこに一つに集中して、でビックビックでいくからね、あの気持ちが盛り上がってくる。でタイム取るんですよ、ロシアソ連が。この時はなんか怒ってるような感じでしたね。私たちを元気づけてくれたんですよ。ついに1点差まで追いつきました。なんか言ってます、スモレア。ブロックに気をつけて、もっと遅く飛んでと言ってますね。つまり白井のアタックに手が届くようにブロックを遅く飛べと。今ブロックが届きましたね。少しずつ白井に合わせることができるようになりましたね。まして白井は これはチュリナです。このポイントはとても大事ですね。サリチアさん、あんまり出てなかったですね。サリチアさん、サリチェワですか。彼女は第一セットの攻撃で2回ミスをしたから、今はゴノボブレワの交代要員になっています。これでやられちゃダメな。ああ、やられたんですね。ラリーの続いてる時にやられてるんですよね。
私たちが取りました。観客もラリーに熱い拍手をしてくれました。しかも観客ってドイツの方々ですよ。日本でもないし、ソ連でもないし、どっちにも応援してくれてたんですよね、この時。多分どっちにも勝たせてあげたいっていう気持ちで応援してくれてたと思うんですよね。山下のスパイクで1点差に追いついた日本。しかしここで思いもかけなかったことが起こります。飯田痛恨のサーブミス。これが試合の行方を大きく左右しました。サーブが届かなかったんです。一応のネットに引っかかっちゃったんです。短いサーブでなんとか1点を取りたかったのでしょうね。してそうそう、そこでもうブロックがチュリナとリスカルのブロックが決まりますね。なんか審判のホイッスルを聞き間違えたって話もありますよね。そう会場のね、あのホイッスルが誰かピッてやったから慌てて打ったらサーブが届かなかった、彼女は焦ってサーブをしてしまったんでしょうね。そう審判とは別のホイッスルのせいかもしれません。ソ連のマッチポイント。ここは一つ切り抜いたのね。最後の力山下もう嬉しかった。スモレーワのスパイク、ブロックアウト。この瞬間、金メダルはソ連の手に。女子バレーボール決勝、オリンピック史上初めてのフルセットにもつれ込んだ大激闘。日本は夢叶わず銀メダルに終わりました。瞬間に思ったことって何ですか。すぐ思い浮かんだことって。優勝したなんて信じられない。それが最初の思いでした。この瞬間は喜びとともに戦いが終わった虚しさも感じました。全力を出し尽くして大きなことを成し遂げたことへの複雑な気持ちでした。でも日本はみんな泣いてますね。誰も笑ってないんですよね。涙だけが出てね。この銀メダルってどうだったですか。かけてもらった時に欲しくなかったと思いますけど。欲しくない。ああ終わったのかっていう。だって金メダル以外は考えないでここまで来たんですよね。うんうん、もう金のことしか頭なかったからね。うんうんうん、だから。
負けた瞬間、あ、銀だと思った時に、あ、銀だったらいらないって言っちゃったんですよね。あ、言っちゃったんですか。うん、言っちゃったの私。勝利の笑顔。全員で戦い抜いた5セット。なんか狐につままれたみたいな感覚でした。ぼーっとしちゃって、あれどうしたんだろうみたいな、ね、ありましたね。みんなそうだったと思うんですけどね。で、まあ一つ思ったのはですね、あ、日本へねメダル持って帰れないじゃないですか、金がないから、なんか帰れないと思いました。私のサーブでサーブでって、まあ、どこからもそういう、うん、あれが入ってきましたから、だからその時私に追いかぶさってますよね、全責任が。だけど小島監督が、あの、その時にはもう精一杯のことやったんだから胸を張って帰ろうって。銀で自己否定されるっていうのはなぜそこまで自分を思っちゃうんでしょうかね。うん、まあその時はそういうふうに思ったんですよ。で、私東京オリンピックの時も金メダルはもらってるんですよ。で、その時に笠井さんが金メダルをこうしてあげた時に、よし今度は自分の手で金メダルは取りたいと思ったんです。その時補欠で出れなかったんですよね、その東京オリンピックの時には。だから、よし今度は自分のチームを強くして、小島監督と一緒にオリンピックに出ようと思ったんですよね。勝つことに こだわるって意味はどういうところにあるんでしょうか。私たちは優勝をとても誇りに思っています。国や家族、支えてくれた人たちにとっても同じです。少しでも力になってくれた人たちは私の心の一部です。私たちの祖国も力になってくれた人たちもみんな喜んでくれたのです。負けるためには誰もやってないんですよ。勝とう勝とうっていう気持ちが、それをみんなぶつけ合ってるんですからね。だからもう勝たなきゃっていう気持ちが強くみんな出してるから、そのために苦しい練習もしたり、それから応援してくれてる家族のためとか、から私たちは寮生が一生懸命みんないろんなことを洗濯物を助けて洗ってくれたりとか、それから休む時にはお布団なんかをちゃんと風邪ひかないようにねとか、そういう優しい気持ちを私たちに費やしてくれてるんですよね。だからみんなで喜べるんですよね、勝てば。そういうために勝たなきゃならないっていう気持ちが出るんですよね。それが勝負だと思います。今回の試合を見させていただいて、私はスポーツ界の玉手箱をちょっと開けたような気分だったんですね。非常に本当に面白い素晴らしいゲームだったんですが、お二人は改めてご覧になってどう感じられましたか。あの時の自分たち、若い女性たちが優勝のために全力を尽くした姿は感動的でした。時の流れを改めて感じますね。でも日本チームに勝てた嬉しさは今も変わりませんし、選手として誇りに思っています。ね、私たちは時々チームのみんなと何かあった時にはこう会うんですよね。でもこの試合を見たことはないんですよ、今まで。初めてやっぱりこの試合を見た時に、ああもう一回みんなと会いたいと思った気持ちが第一。一緒に苦労した人たち、仲間たち、今でももう
もちろん忘れることはないし、もう一度会いたいっていう気持ちにさせられましたね。全力で戦い切った者だけが掴み取ったもの、誇り、絆、そして負けじ魂。あれから40年、彼女たちにとってそれはかけがえのない人生の勲章になった。銀メダルはいらないと思わず口にしたキャプテンの松村、誇りを取り戻したのは母の言葉だった。隠してたんです、銀メダル隠してたぐらい嫌な気持ちで空港に降りたんですね、そしたら母親が直に空港に来てたんですよ。で、何勝美あんた銀でも立派よって言われたのがこう聞こえたんですよ。でいろいろ話してるうちに、そういう思いがいっぱいこう、出てきて、やり通してよかったなっていう思いがあります。立派ですこの銀は。ミュンヘンで戦った12人、金メダルへの夢を捨てきれず次のモントリオールを目指した選手がいた。痛恨のサーブミスに自分を責めた飯田。逆境から這い上がるきっかけになったのはミュンヘンの時、色紙に刻みつけた決意。やっぱり屈辱的なことっていうのはそう人生にねないと思うんですね。だからこれを原点にしてればどんなことにも打ち勝てる。だからそれを私はミュンヘンで学んだし、その後のバレエ人生にあったと思うんですね。そしてもう一人、秘密兵器だった白井、チームを引っ張るエースに成長していた。あの時の悔しさが猛練習にかきたてた。どれだけやったらミュンヘンで戦った2時間半を取り戻せるんだろうみたいな、やると決めて覚悟した後ね、2年間はどうやったらソ連をこうやっつけられるのかなっていうのは毎日毎日それしか考えてなかった。3本連続。迎えたモントリオールオリンピック決勝戦。相手は再びソ連だった。14対7。よく拾った日本。試合が打った。決まった。日本優勝。日本、3大会ぶりに金メダルを獲得。ミュンヘンの銀メダルが金に変わって白井の胸に輝いた。日本代表の誇りを胸に挑み続けたオリンピック。伝統のレシーブ力、絆、そして受け継がれる金メダルへの執念。ミュンヘンから40年後の夏、今ロンドンの熱い戦いが幕を開け